DS BDS。 はい、スマイルさんてーやんとね、奄美大島のね、海浜公園に来てます。で、ここビーチです。で、なんかね、特にね、なんか動画のネタなんもないんすけど、ちょっとね、今日は漂流してきたね、珍しいものをね、探して行きましょう。で、奄美大島のね、海はめっちゃ綺麗なんで、まずね、綺麗なね、PR をしていきましょう。はい。で、めっちゃ暑いっす。めっちゃ暑くはないっすけど、いや、暑いっすね。では、海を紹介しましょう。めちゃくちゃ綺麗です。多分ね、動画では伝わんないと思うんですけど、めちゃくちゃ青いです。わー、やべ。ほら。なんか、なんだっけ、あそこ、江の島とかあるじゃないですか。あそことはもうね、比べ物にならないぐらい青いです。で、めちゃくちゃ綺麗ですね。で、今3月なんですが、全然入れます。最初冷てえなって思ったんですが、ね、慣れてくるんで入れますね。で、今日漂流してきたものをね、いろいろ。これ、モンスターのエナジードリンクのゼロですね。これ完全に、日本のものではないです。このタイプ、キャップがついているタイプは、日本で売ってないですね。なんかいろいろ、弾が落ちてます、これ。石とか。これ台湾とか、日本では絶対ないですね、これ。中国語なんで。ガラス瓶が落ちてんで、裸足の僕はすごい危ないです。気をつけましょう。ここガラスがめっちゃある。やばい。俺、絶対怪我しちゃうよ。これ醤油とかですかね。韓国のなんかが落ちてますね。これ、マッコリじゃないですかね、マッコリ。水かマッコリです。水かな。ぜひみんなもね、来ましょう。海浜公園です。めちゃくちゃ暖かいです。人もね、全然いないので、すごい楽しめること間違いないですね。まあ僕はね、一人が好きなんで、一人でね、何かをすることはね、僕にとってはね、幸せなことなんでね、全然楽しいっすよ。ってことなんで、ぜひみんなも、奄美大島来ましょう。多分ね、大抵の人はね、沖縄に行くと思うんすよ。お、沖縄。でもね、それはね、ちょっと、マイナーというか、ミーハーというかね、たまにはね、奄美大島も行ってみましょう。多分人生でね、一回は行くべきですね。まあ、僕のね、じっちゃんとばあちゃんがね、住んでたんで、はい。僕も奄美大島の血が流れてます。ぜひみんなもね、来ましょう。 See you! And compact see you! PDS 株式会社。